平野紫耀、ファストフード CM での衝撃復讐。ジャニーズ事務所との確執が燃えた過去。ナンバー、アイメンバーが大手ファストフード CM に大抜擢。平野紫耀、過去の仕返しに燃える裏事情とは？才能豊かな活躍で注目を集める平野紫耀が日本テレビ系ドラマの主演に抜擢されることが決定した。しかし、彼の元作への出演は単なる娯楽の一環ではなく、過去の出演作に対するある種の復讐でもある。スタッフも舞台裏で大興奮していたという情報も入ってきました。今、彼の注目を集めている新展開の一つが、大手ファストフード会社の CM 出演以来の噂だ。そのため、ナンバー、アイのメンバーとしての活動に加え、CM スターとしても活躍する可能性が高い。どの企業の広告となるかはまだ発表されていないが、実現すればファンにとっては嬉しいサプライズとなるだろう。というのも、これまでジャニーズ事務所所属のタレントがファストフード会社の CM に出演することは非常に珍しかったからだ。以前、ジャニーズタレントを多数起用した企業の広告が一時消滅したことがある。ジャニーズ事務所と事務所との契約問題により、活躍の場を失ったタレントもいる。しかし、最近ではその傾向が変わりつつあります。元ジャニーズタレントは2023年11月に新たなマネジメント会社を設立し、社内整理や被害者への聞き取りを行っている。この動きは、ファストフード企業の広告人材を直接契約する方針にも影響を与えていると言える。木村拓哉さんや元 V6 の樹木まれ子さんなど、不祥事に巻き込まれた芸能人が広告を打ち切られるケースもあり、企業が慎重になるのも無理はない。したがって、翔が新しい広告に出演するかどうかは、彼のプロ意識と会社との信頼関係にかかっています。平野紫耀さんは以前、ルイ・ヴィトンの公式アンバサダーに任命され、ソロ活動や様々な広告などで個性を輝かせていました。この超大手ファストフード会社の CM に、ナンバー、アイのメンバー3人全員が出演するという噂もあり、実現すれば間違いなくビッグニュースとなるだろう。さらに、平野紫耀がサントリーのテレビ CM に出演しており、テレビシリーズにも出演予定であることが報じられた。昨年はジャニーズの全所属事務所とのコラボレーションを経て、ソロ活動もさらに前進した。メディアでの存在感が増すにつれ、現在主演のテレビシリーズの企画も進行中と報じられており、ファンの期待も高まりそうだ。一方で、バラエティ番組、ナンバー、アイへの出演を開始したことや、戸辺の所属事務所、滝沢秀明シティが新たなプロジェクトに取り組んでいることも明らかになった。滝沢氏では、ナンバー、アイのメンバーを地上波テレビ番組に続々出演させる計画を進めており、歴史的な年が男性アイドル市場に変化をもたらす可能性を示唆している。これは元キスマイの北山博光さんと平野紫耀さんが旧ジャニーズ事務所を清算し、新たなステージで活動をスタートさせたケースが影響していると思われる。ソロデビューとドラマ主演で新たな一歩を踏み出す北山。この動きは男性アイドル市場に新たな息吹を吹き込む可能性がある。しかし、その一方で、ジャニーズの元タレントが不祥事に巻き込まれたことも無視できず、企業の警戒感は高まっている。ファンは平野紫耀とナンバー、アイの今後に期待しており、新たな展開がどのような展開になるのか注目している。2024年、素晴らしいエンターテインメントの新たな扉が開くかもしれない。今後も様々なイベントやプロジェクトが進行中ですので、ファンはぜひ参加してみてください。